田翔平さん、キャプテン、ありがとうございました。おはようございます。今日はお願いします。お願いします。はい、キャプテンだよね。はい、キャプテンです。リリカです。中学2年生です。お願いします。あれ、キレイス投げてるんだ。キレイス投げてます。ちゃんと投げれる。ちょっと見せて。うわおお、すごい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 。ナイスボー。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。泉です。2年生です。はい、お願いします。お願いします。ポジションはどこ守ってますか？ポジションは、ピッチャーと外野をやってます。おお、いいね。今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。サワーです。中学1年生です。ポジションはピッチャーとファーストです。おお、ピッチャー。今キレがすごいいい感じに投げてたから、はい、ちょっと見せて。はい。おお、いいね。貴重なサウスポーだと思うので頑張ってください。今日お願いします。お願いします。大丈夫だって。おはようございます。おはようございます。メイです。1年生です。1年生のメイさん。はい、はい、お願いします。お願いします。なんかすごいいいグローブを使ってるように見えるんだけど。はい。ポジションは内野？サードとキャッチャーやってます。おお、キャッチャーか。ロボキャッチャーだからちょっと親近感湧く。あ、今日見てほしいところとかプレーで。キャッチャーのスローイングを見てほしいです。お、じゃあ後でしっかりと見ておきます。はい、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。 OK、 ごめんね、キャッチボール中。ゆうまです。1年生です。ショートとセカンド。おー、二遊間。はい。おー、守備うまそうだね。笑顔でよろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。ほのかで1年生です。ほのかさん、はい、よろしくお願いします。ポジションはキャッチャーとファースト1をやってます。キャッチャーとファースト、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。真っ白です。ポジションはライトやってます。ライト。野球で何が一番好き？バッティングです。バッティング。バッティング、カメラ映したらガンガン打っちゃってください。お願いします。おはようございます。おはようございます。サナーです。普段ポジションはどこ？レフトやってます。レフト。お兄ちゃんが先に野球を始めてて、うん、はいはい、見に行ってみて面白そうで始めました。おお、実際楽しい。はい、いいね。で、いいプレー見せてください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。いちかです。1年生です。ポジションはサードやってます。サード。今日見てもらいたいプレーとかあれば。守備で。守備あんまりエラーしない。おお、それで今日もしかしたらあの翔平さんがノック打つかもしれないのでいいプレー見せてください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。下のお名前と学年をお願いします。高明です。学年は3年生です。去年ぶりだよね。はい、そうです。大変だったけど、あのみんなで協力して楽しいこともあってよかったです。うん。春から高校。春から高校。おー、じゃあね、またいろいろとレベルアップしてくると思うので引き続き頑張ってください。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。花です。小学6年生です。ね、6年生だよね。花さん、なんて入ったの？雰囲気が明るくて。おお、そうね。一昨年も来たんだけど、はい、めちゃくちゃみんな元気だったからね、その元気を吸収して負けずに頑張ってください。はい、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。はい、新入団選手だよね。はい、さくらです。さくらさん、6年生でいいんだよね今。はい。春から中学生。はい。どうしてチームに入ったの？今入ってる監督に教えてもらいました。どう？実際入ってみて。楽しいです。楽しく3年間続けてってください。はい、はい、今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。メイです。3年生です。はい。あれ、グループ変えた？あ、変えました。だよね。はい、アトミストです。いいね。3年生、あ、去年1年どうだった？キャプテンとしてまとめるのは大変だったんですけど、とても楽しかったです。おお、まあね、春から続けると思うので、はい、そちらでも頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。学年とお名前をお願いします。3年生のソラネです。ソラネさん、3年生。はい、去年1年間どうでした？最後の、まあ、最後の1年じゃ、最後の1年じゃ、どうでした？まあ、なかなか勝てない試合の方が多かったんですけど、まあ、楽しいこともあったのでいい思い出になりました。おお、引き続き野球頑張っていってください。はい、今日よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。はい、下の名前と学年をお願いします。春です。1年生です。1年生の春さん、はい、
はい、よろしくお願いします。お願いします。ポジションはどこ守ってる？ライトです。ライト。何事にも笑顔でやるので。おお、今日誰よりも笑顔でやってください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。ミユって言います。ライトです。ライト。野球をどうして始めた？お兄ちゃんがやってたので一緒にやりました。でもどうせったら続けて、中学も続けてやりたいなって。はい。どう、楽しい？はい、楽しいです。オッケー、じゃあね、今日その楽しくやってるところを、カメラで撮らせてください。はい、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。1年生のつるはです。ピッチャーとショートとサードやってます。おー、いろいろやるね。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。サラです。ポジションはどこ守ってますか？ピッチャーやってます。おー、いや、かっこいいグローブ使ってるわ。アピールポイントはある？アピールポイント、変化球が曲がる。おお、なるほど。もしね、今日ピッチング練習とかあったらその変化球見せてください。はい、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。1年でゆずきです。緊張してる？はい大丈夫大丈夫。ポジションはどこ守ってます？ショート以外の内野とちょっと外野です。おお、じゃあどこでも守れるんだ実際。まあ、はい、笑顔で、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。千歳です。ポジションは普段は？ポジションはセンターとレフトをやっています。おお、センターレフト。はい。実際楽しい？はい、楽しいです。 OK、 じゃあね、今日楽しんでるところ、カメラで撮らせてください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。1年でかりんです。ポジションはセンターです。おー、センター。外野手を持ってるもんね今ね。はい。一番のアピールポイントとかあれば。アピールポイントですか？うん、アピールポイント。いや、それ自分。足がめっちゃ速い。お、みんな優しいな。あです。じゃあですじゃなくて自分で言おうよそれを。走ることです。うん、おー、いいね。足速い選手素晴らしいと思うので、はい、今日ね、もし走るところがあればぜひ撮らせてください。はい、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ最後かな。はい、下の名前と学年を。ののかです。2年生です。2年生のののかさん、はい、綺麗な風に流れるピースが出ましたけども、今副キャプテンということでどうですか、このチームのいいところとか。このチームは学年関係なくみんな仲良くて、うん、ワイワイ楽しくやって、試合の時とかはピシッと、はいはい、ちゃんとね、切り分けができると、はい、なるほど。いいチームです。おー、いいアピール、ありがとう。今日みんなが楽しんでるところを撮らせていただければと思います。はい、はい、今日よろしくお願いします。怖い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 。おー、ナイスボー。ゴーイゴーイ。チェーイ。おーい、おーい、ナイス。Yeah.
ファーストがいきます。はい。おや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 手に持ってるのは。あ、でも教えてみです。いやいやいや。はい。手に持ってるのは。バットですよ。いやいや、わかるわ、そんなもん。なんかノック打つみたいで。そうですね。やっぱ、まあ僕といえばなんかノックという噂を聞きつけたらしく。まあノックをこの取材でやらせていただくということで、神奈川県秦野市で活動している青少フューチャーさんシーズノックに、まあ、ショーエティビーなノッカーとして今日限りですけどまあ公式なんで間違っても外野の頭軽く越えないように気をつけたいなと思います。それでは行きましょう。Yeah.